吉田さん、こんにちは。やっぱりね、自分よりも10歳とか20歳も若い人からビジネスについて学べるっていうのはすごくいいことだと思うんですよ。で、実際そうでなくてはならないんじゃないかなと思うんですよ。自分よりも年齢が上の人にね、優れた人がいるのはこれ当たり前だと思うんですよ。ね、自分よりも年齢が上で、自分よりも時間をたくさん持ってる人で、自分よりも優れている。これ当たり前なんですよ。でも、その人をモデルにすると、その人の年齢にならないとそうならないっていう可能性が高いんですけども、20代でね、うまくいってる人っていうのは、その凝縮された人生が学べるわけですから、自分よりも確実に実力が上ですよね。で、出た言葉が凡事徹底でしょ？だから凡事徹底っていう概念でやれるっていう、そんな20代は、間違いなく30代、40代では、もっともっと雲の上ですよ。で、私っていうのはね、40歳から始めて、で、その時に凡事徹底っていう概念は始まったわけですから、そう考えるとね、ものすごく遅いですよね。それまでの数十年間っていうのは、本当にね、無駄なことだけをやってきたということです。これでね、私自分の人生を自己否定できるんですよ。これは全く意味がなかったかなと思います。もちろんビジネス以外のところではね、何がしか自分の人生に寄与したものがあると思いますけども、ただね、金を稼ぐこと一つ満足にできない40代とかが世の中にいたってことですからね、私のことですけども。だからね、恥ずかしくって、もう穴があったらね、穴ぼこちんですよ。ということなんで、今回私が思っているのは、若い人に師匠を見つけられるかどうかですね。40代になって50代になって、最も差ができるのは、そこじゃないかなと。20代の先生を持てるかどうか、この人との縁があるかどうか、謙虚にその人に対してすごい人だと思えるかどうか、そしてその20代の子がね、私みたいな50近い人を相手にしてくれるのか、いろんな要素が絡み合って20代の人を師匠に持てるっていうのは、これはね、幸運だと思います。逆に40代50代になって、自分の先生となる人がそのね、若い世代にいないっていうのは、一体ね、どうしちゃうんだろうかっていうふうな危機を持たなくてはならないのかなと、改めて今回思いましたね。だからね、もう一回言いますけども、60過ぎて立派な人っていうのは結構見つかるんですよ。でもそうなると、60過ぎないとそういう人になれないっていうことでもあるんで、どちらかというと自分よりもね、年齢が10歳以上若い方の中に、いや、この人みたいになりたいなと思えるような人を見つけるってことが、幸運なことなんじゃないかなと思いますよね。今回私はそういうふうに思いました。